何が違うって？素体は情報通りの場所にあったぜ。あん？性別？ちょっと待てよ、こいつ性別なんてあんのかよ。女？パラミント阻止展開完了。疑似人格アセットは正常にインポートされました。生体脳に接続。素体0号起動シーケンス開始。遅かったな、起動しちまったよ。何？待て、すぐに止めろ。勝手なことをするな。うるせえな。どっちでもいいじゃねえか。切るぜ。さて、ポンコツちゃん、お目覚めの時間だよ。ほう、ジュリー、ポンコツとは？いつから私にそんな口を聞けるようになった？おっと、セサ。いいなこと、私の他に何があろう。我が名はセス。奴を倒し、真の王となるものだ。奴？誰のことだっけ、それ。奴だ。奴とその組織を打ち滅ぼし、思い知らせてくれる。奴は私の、私を番号で呼ぶな。失敗か。私は王だ。私は貴様の人形では。警告、人格構成プロファイル参照エラー。私は全ての格闘家の技をこの身に。私こそ最強の。おもちゃ壊れちゃった。知らねっと。私はそう、私は。警告、人格統合プロセスのエラーレートが指揮位置を超過しました。私は奴を見つけ出さねば。奴を見つけ出し倒すのだ。奴を、ビーガー。見つけたぞ貴様。は？なんだお前。実に愉快だ。ついにこの時が来た。貴様をこの私の手で倒す時がな。ベイガー。
ベガタと。てめえ一体何を。このセスを生み出し力を与えたこと、あの世で後悔するのだな、ベガ。貴様はここで終わりだ。心配せずとも組織ごと一緒に送ってやる。その組織ごと一緒に送ってやる。ベガ、貴様はここで終わりだ。あれはあいつ、幻影。私たちのサイコパワーの影だわ。それがこいつを引き寄せた。ベガ、我が力にひれ伏すがいい。貴様は私のデータとなるのだ。行きましょう、エド。これは私たちの敵じゃないわ。ああ、そうだな。私の時代の始まりだ。私が王だ。深刻なエラーが発生しました。深刻モジュールの再設定を行います。